そう、ごめんなさい。なんか なんて言えばいいんだろう。予感してた、泣きながら見てる、本当にごめんって。なんか今までは卒業とか6年間続けてきて、卒業とか考えたことがなかったんですよ、一度もなかったんだけど、なかったんですけど、なんか今年のそれこそ4月か5月くらいだったかな、そんぐらいになんか考え始めて、そう、なんかそうだ、すごい今 AKB 楽しくて、 AKB と AKB、 きっかけはでも、なんだろう、きっかけというか、難しいな、なんか考えたことなかったのに考え始めたってなんでなんだろうって思って。だけど、でも、なんでだろう、なんでだろう、あ、タワーありがとうございます、ごめんなさい、今見ちゃった。クマタワー大好きって書いてる、ありがとう。え、なにこれ、大好きタワーあるの、大好き、イソピョンさん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 、ありがとうございます、ありがとう。違うの、 AKB への気持ちが小さくなったわけじゃないですよ、そうじゃなくて、自分が、ちょっと待ってください、難しい、私本当に喋るのが下手で、くまたありがとう、本当に喋るのがね、下手くそすぎてごめんなさい。こんばんは。今日配信しないかと思った。毎日配信するよ。イソピョンさん、クマタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。そうだね、なんだろう、なんでだろうか、まあその考えは、去年ん6月くらい、あ違う、間違えた、4月くらいから考えてきたんだよね。それで、今の自分の、あ、もう AKB の中って目標があってあって、まあ、それは選抜に入るってことだったんだけど、まあ無理だけど、それが目標だったんですよ、私の中で。だけどそれをずっとさ、なんか追いかけてるわけじゃないから、諦めたら良くないかもしれないけど、諦めたっていうか、なんていうか、そういう目標は、難しい、目標はあって、それをみんなに見てほしかったの。だけどそれをずっと追いかけ、今の私の状況とか立場を考えたところで、ずっと追いかけるのは無理なのかなって思ったし、なんていうか、まあ、それだけじゃないけど、なんだろう、なんていうか、そう、なんかもう私は次のこと、このアイドルとしてできる、できるアイドルをもう諦める時期なのかなって思った。そう、時期かな。そう、こんばんは。やりきれてはないかもしれないけど、でもどこかで決めないとずっと私いちゃいそうだったんで楽しいし、この環境がすごく、メンバーもスタッフさんもみんな優しくて、何よりもファンの方がいてくださってすごい楽しいから、
ずっといちゃいそうだし、どこかで決めなきゃって思い出したの。そのだからそうそうですね、難しい。え、伝わるかな、なんか意味わかんないよね、ごめんね。なんかなんていうか、最初私初めてマネージャーさんに卒業考えてるんですって言ったのね。そしたらマネージャーさんはまだ早いんじゃないみたい、まだ止めてくださったの。嬉しくて何回も話し合ってくださって、マネージャーさんとかがで毎回そのもうちょっとやってみようよみたいに言ってくださって、そんな風に思って言ってくださる方がいるんだったらっていうか、もうちょっとだけ目標に向かって頑張ってみようって思ってやってたんだよね。だけどやっぱりもうどっかで決めないとダメだなって思ったから決めました。で本当はそう、本当はねもう8月くらいで辞める予定だったの、辞めるっていうか卒業する予定だったんだけど、でも発表が最初は生誕祭じゃなくて普通の公演でしようと思ってたの。でもやっぱり生誕祭で言いたくなっちゃって、それで生誕祭でやらせていただきました。そう、絶対ダメだろうなって思ってたけど、でもやっぱ自分のファンの方が少しでも多くいる時に言いたかったから、めっちゃ申し訳ないなって思いながら、本当にごめんなさい、生誕祭でやっちゃってごめんね。でもそう、みんなの前で言いたかった。そう、あ、芸能界は残りません。はい、そう、私は芸能界にねいられなんかそういう才能がないので、マジでなんか AKB だからって言い方は良くないけど、 AKB はすごいなんかいさせていただけたけど、そんなそういう才能もないので、本当にそうなので、そう芸能界はしないってか、までやんないんですけど、そう、はい、 SNS もやります、やらない予定です、予定だけどやらないと思います。そう、ごめんなさい、待って、ごめんなさい、タワーありがとう。言っちゃったとかも、めっちゃ今日までめっちゃ怖くて、本当に大丈夫かなってすごい不安だったんだけど、ちょっと待ってね、タワーありがとう、すごい大好き。これ何、卒業発表用のタワーですか、卒業発表した人用のやつ、それともたまたま大好きって書いてるの、そういうたまたま大好き、そうだね、卒業ギフトなんてないよね、たまたまだよね、ありがとう、ありがとう、うん、みんなありがとう、ちょっと待ってね、誰だろう、ちょっと待ってね、最初さっき書いたのがイソピョンさんだったから、イソピョンさんだったから、その後はあれ、これどこで見たらいいんだ、あ、こっちで見た方がいいや、マッシュさん、違う、マッシュさんか、マッシュさんありがとう、マッシュさん、よし、マッシュさん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうございます。そしてはなちゃんさん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、はなちゃんさん、パワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、いいよみんな大丈夫だよ、本当に申し訳ない。なんか次はメロディーさん、
メロディーさん、タワーありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。こんばんは。ちょっと待っててね、コメント書いたらね、全部コメント見るから、ちょっとみんな待っててね。次はごめんなさい、ありがとう。ありだっちゃんさん、ありがとう、ありがとう。やばい、もう今日緊張して何も食べれなさすぎて、マジでミルクティーしか飲んでない本当にやばい、お腹空いた、緊張して何も食べれなかった。胸がいっぱいすぎて、朝から昨日も寝れなくて3時ぐらいまでずっとさ、なんかやってた。本当に緊張しちゃった、ごめん。みんなありがとう。ありがちゃんさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう。次は、どこまで行ったっけ。アディダッチャンさんまで行った。クリンピーさんと下川ミラさん、ありがとう。大好き、ありがとう。緊張した、めっちゃ本なんかめっちゃさ、泣きすぎて喋れなくなっちゃうかと思ったけどね、泣かなかった。まちょっと微量で泣いてたけど。クリンピーさん、タワーありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。なんか寂しいな。クリンピーさん、ありがとう。なんかすごい、大丈夫、みんなこんなにありがとう。なんか大丈夫だよ、本当に、あのお気遣いなく。そう、意外と冷静、なんかちゃんと話せ、私も記憶がなくて、言ってる時の記憶がなくて、ちゃんと言えてたかわからないくて、どうだったかな。ありがとう、今家に着いた、ありがとう、ありがとう。こんばんは、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、そう、キラキラ、今日ひななさんにキラキラって、これ1個落ちちゃったんですよ、ショック。だから生誕祭の時これなくないない。そう、下川皆さん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。そう、シール貼ってもらった、嬉しい、これ貼ってみたかったから嬉しかった、ありがとう。次は下川皆さんまで行ったから、次は、あ、韓国の感じだ、なんて書いてるんだろう、ちょっと読めなくてめっちゃ申し訳ない。これ何さんって言うんだろう、韓国の文字かな、こうかな。アニョハセヨ、タワーアニョハセヨ、あれ、アニョハセヨじゃないね、ありがとうってなんだっけ、タワーアニョハセヨ、あれ、サランヘヨ、タワーサランヘヨ違う、あれちょっと待って、コメントがちょっと今のコメントが表示できなくて、ちょっと今ごめんなさい。さん、ありがとう、アニョハセヨ、サランヘヨ、キッパヨ、ありがとう、ごめんね。で、ターボーさんやな、ターボーさん、ちょっとコメント待っててね。よいしょ、タワーありがとう。あ、韓国語のニックネーム、松田聖子さん、松田聖子さん、アニョハセヨ、アニョハセヨ、サランヘヨ、キッパヨ、ターボーさん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうね。コマネコさん、ありがとうございます、コマネコマネ、ありがとう。ちょ、本当になんか食べたいなんかお腹すいた、お腹すいてきた、急に、全然お腹すかなかったのに、なんか帰ってきてから急にお腹すき始めた、やばいやばい、ごめんね、ごめんね。かまねこマニアのじいさん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとうね、ありがとう。かな、これでいけてますか、全員かけた。あ、りょうぽんさん、ありがとう、ごめんね、え、申し訳ない、本当にいいんだよ、みんな、りょうぽんさん、ありがとう。
後で一緒にご飯食べよう。いいですか？今日お弁当持って帰ってきたんです。こんな時間に食べたら絶対アウトだけど、今日はちょっと。りょうぽんさん、タワーにお見せしてありがとうございます。嬉しいです、ありがとう、ありがとう。みんなりょうぽんさんと、あとはときぴたさん、ありがとう。食べていい？ラーメン出前？こっちの今 iPad でコメント見るようにした。卒業まで毎日配信、もちろんですよ。毎日配信はやめるまで絶対続けるって決めてたから、あの卒業するまで続けます。毎日配信1月までやったら4年間だったんだけどね、ギリ3年で終わっちゃう。トキピタさん、タワーありがとうございます。そう、ギリ3年で終わっちゃうんだ。かけた？かけた説？全部かけてる？私かけてないよって方いる？大丈夫？ちょっと私も見てみるね。あ、Jさんありがとうだ、ありがとうね。さん、かわいい、あ、です。かわいい、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。そして、ちょっと待ってくださいね。Jさんと、あとはかけてる、かけてないよね。まだ全部かけてないか。大地さん、しおりんごさん、ありがとう。最終日はね、まだ決まってないんだけど、ケンさんとパーフリンさん、ありがとう。ケンさんとパーフリン、大地さん、くまたわ、年内ですね。ちょっとお話し会のことはまたね、お知らせがあるので後日なのであれなんですけど、とりあえず年内。大地さん、くまたわ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。え、ごめん、みんなほんまにいっぱいありがとう。しおりんごちゃん、ありがとう。なんか寂しいな、寂しい。しおりんごさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ケンさんがお花のタワー、お花のタワー、ケンさん、ケンさんがお花のタワー、ごめんね、見つけられなくてさ、ちょっと書くね。ケンさん、タワーありがとう。あとパーフォリンさん、ケンさん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待ってねみんなちょっと待っててね、ごめんね、ありがとうね、いっぱい、お気遣いなく、お構いなく。伊藤さん書いてないかも、書いてないかもしれない、書いたかな、書いてないよね。パーフォリンさん、ありがとうございました、嬉しい、ありがとうございます。あとは大丈夫かな、かけてる。あ、伊藤さん、伊藤さん、これもしかして後日のがいいのかな、そんなことない、後日っていうか明日とかに書いた方がいいのかな。こんばん、まあ書いちゃえばいいか、明日とか後日でもいいかな。書いて終わっちゃいそうだよね。ごめんね。違うの、ありがとう。ちょっとじゃあ後日っていうか明日にしよう。明日ごめんね、なんか半分書いたのに半分書いてなくて。ちょっとさ、誰が書いてくださったかちょっとわからないので、ターさん、とりあえず書いていこう。ターさんとロイムースター、うん、グバーナーさんとキムリーさんとね。ごめん、ギグ、あの後日でもええ、
あ、後日ってか明日、キムリーさんとユーマさんと、あとは伊藤さんかな。 OK、 かけてる、かけてる。ターさん、ロイ・ムスタン・バーナーさん、キムディさん、ユーマさん、伊藤さん、ウルちゃんさん、ありがとう。明日絶対さ、発表するから。発表？ごめんね、話かな、もしまた言ったら。抜けてる？誰か抜けてる人いる？こんばんは、うん、こんばんは。かわいい、かおりちゃんのおかげで今のイケメン本当に嬉しい。うん、本当にさ、まずさ、まだ卒業 してないけど、なんかずっと好きだったから AKB のことが、今でもまだ入っ AKB ってことを信じてない、信じてないって言ったら嘘だけど、なんか信じられないっていうか、あんなに好きだったグループに入れたんだって思って、すごいあれだし、公演とかも楽しいし、お話し会も楽しいし、本当に楽しいんですよね。だから寂しいけど、でも決めなきゃいけない時だって来るよね。うん、最後にね、そう、握手ができなかったのがあれだけど、うん、寂しいな。寂しいとか言っちゃダメか。うん、あー、ありがとう、配信来てくれ、ありがとう。全然唯一無二じゃないよ、唯一無痛だよ唯一無数全然、うん、寒い。かおりちゃんの配信大好きだったから寂しい。でも終わるまでずっと配信するから見てください。なんだろう、何を言えばいいんだろう。え、うん、うん、守りたいこの笑顔、ありがとうありがとう。なんだろう、何話せばいいですか、助けて、どうしよう。こんばんは。うん、卒業までね、たくさん公演とか出たいし、お話し会でもいっぱい話したい。寂しい。今日の感想、今日ちょっとエアコンつけていいですか、寒い。今日はでも生誕、ほんとにちょっとごめんなさい、ちょっと食べたい、お腹すいた、お腹すいてやばい、ごめんなさい、こんな時に食べて、ちょっとほんとにお腹が空きすぎてやばい、ちょっと食べながらしてごめんなさい、ほんとに優しい、あ、ごめんね、ほんとに今日は食べれなかったの、お腹が空きすぎて、違うの、緊張しすぎて食べれなくて、もうさ、本当に緊張しててさ、切り抜き見て好きになった、ありがとう。こんな夜に食べてごめんなさい、明日から痩せます、わあ、美味しそうさ、美味しそうさ、お疲れさん、ありがとうございます。なんか漏れてる、これやばい、箸、何喋ったらいいのかな、なんかどうしたらいいのかな。ご飯だ、ご飯だ、何食べるの、なんか今日のお弁当、なんかこれやばい、漏れてる、持って帰りながら漏れちゃった、箸見せてくれてありがとう、ティッシュ一箱なくなる、ねえ、泣いてくれてるの、ごめんね。今日の卒業公演メンバーにはね、なんかみんなには話せなく、なんかね、卒業事前に言いたかったんだけど、なんか言えなくて、すごい言い出しづらかったの、言い出しづらかった、だってみんなはさ、頑張ってるのにさ、頑張って活動してるのに、なんかそんな中でさ、なんか卒業しますとか言えなくてさ、そう、え、私の大好きな梅干しある、見て、梅干し、
なんかいただきます、いただきます、いただきます。めっちゃ美味しそう。ネギ、ネギ、そう、あ、そう、ナーミンとスズハちゃんが今日見に来てくれてて嬉しかった。そう、こんばんは。なんか言い出せなかったの、言おうと思ってたんですよ私先に、でもなんか言い出せなかったんです。なんか5分、うん、食べてごめんなさい。うん、ナーミンはいっぱい相談に乗ってくれてて大丈夫、これ食べてて大丈夫、ごめんなさい、すいませんでした。キャプテン、えっ、おいしい、おいしいです。あの、ちょっと待って、ふざけてないです、ごめんね、なんかふざけてるみたいだよな、お弁当食べながらやってごめんなさい。なんかなんか相談とか乗ってくれました、いっぱいいっぱいいっぱい乗せてくれました。うん寂しい、なんか会えなくなるから寂しいです。皆さんとメンバーとも皆さんとも会えなくなるのが一番さ、それが一番寂しい。なんか目標達成できなかったとかそれとかもあるけど、それ以前に会えなくなるのがめっちゃ寂しい。え、美味しい。こんばんは。うん、会えなくなるわけじゃないけど、会えなくなるじゃないですか、あんまり。今何食べてるの？お弁当、ごめんなさい、本当に今日は食べれなかったんですよ、だから今食べてる、今めっちゃお腹空いちゃった。こんばんは、こんばんは、かおり、これはかぼちゃです。美味しい、美味しいです。こんばんは、こんばんは。うん、 SNS は、私は SNS AKB で活動させていただいてるから SNS してるんですけど、私それまでは SNS を一切してなくて、だから多分 AKB じゃなくなったら SNS しないと思うんですよ。これでしてたら本当ごめんなさいなんですけど、多分しないですね。あんまり SNS とかするタイプじゃないっていうか、タイプっていうかあんまりしないので普段、そうだからやらないと思うけど、そうね、うん、うん、何話そう。こんばんは、寂しい。ほんと？かおりんが、ありがとう。全部読んでるよ、コメントこれ。読んでないように見えるでしょう。全部読んでるの。全部読んでる。ありがとう。全部読んでる、これ。全部読んでる。ありがとう。全部心の中で返信してる。声に出すと遅れちゃうから。てか今日最後メール送れなかった、ごめんね、もうなんかごめんなさい。本当に読んでる全部。修学旅行なのに悲しくて、ごめんね、修学旅行楽しんで、全力で動体視力だよ。みーちゃん寂しい、ありがとう、野菜大好き、ありがとう、こんばんは。ありがとう。毎日配信楽しかったです、ありがとう。まだもうあとちょっと2ヶ月ぐらい見てくださいね、ショールーム。ありがとう、こんなにありがとう。何食べてるの？お弁当です。今日は食べれなくて今食べてる。おいしい、うん、公園ありがとう、
で、インスタのデュオ見てるよ。え、あやなんさんごちそうしてくれるって、え、嬉しいけど悪いな、割り勘で割り勘でとか言って、嬉しい。なんかさ、めっちゃメンバーの方とかさ、ツイート、まだ全部返せてないんですけど、ツイッターしてくださったりとかさ、なんだっけ、 LINE とかくださったりとか、嬉しかった。今日初めてお手紙書いた、ありがとう。そう、嬉しい。髪型、あ、今日の髪、生誕祭の髪型はなんか、え、どうしようって思ってメイクさんに聞いたそう、そうなの。え、嬉しい、ありがとう。え、密かに見て、ありがとう、ありがとう。今日間に合わないと思ったけど間に合った、ありがとうね、たくさん来てくれて卒業はぜひうちの会社で、ありがとうございますめっちゃ緊張しちゃった。そう、まだ歌が来た、ありがとう。今日も最悪なんですよ。なんか自分で言うのおかしいけど、めっちゃ練習したのね今日なのに全然うまくできなかったの。もうダメだ、緊張で呼吸が浅くなって、今日本当に緊張したら呼吸って浅くなるんだって思った。歌とかもなんか歌い出しがすごい下手になっちゃったの今日全部、本当に悔しいです。最悪、なんか歌い出しがうまくできなかった。あとなんかフリーの振りでここ、こんな風に踊ろうって思ったのも全部なんかうまくできなかった。なんかいつもとフリーとか変えようと思って考えてたんだけど、全然なんかできなかった、ちゃんと。ダメだ、今日歌う下手やった。今日のはなし、もう一回もう一回できる。でも元生誕祭嬉しかった。横断幕とかさ楽しめたよ、楽しめた。なんかさ MC とかでもさ、私のこと話してくれせてるさメンバーさんとかがさいてさ、いっぱい聞こえてきたの、あの楽屋で。すごい嬉しかったし、皆さん優しかったです。今日の皆さん、こんばんは。 DMM 皆さんありがとう。卒業公演決まったら匂わせる。うん、卒業ピーマン食べます、ピーマン食べます。うん、くるちゃんありがとう。僕の太陽やばかったで、いい意味で。本当、僕の太陽がめっちゃ好きで、歌が全部好きなんですけど、特に好きで移動中とかも聴いちゃいくらいめっちゃ好きなの。そう、ピーマン食べる、めっちゃ美味しいです。ありがとう、優しいな。今日外れたからありがとう。卒業公演わかんない、あるかわかんないけど来て、あるよね、あるか、あるか、あったら来てください、来てほしいです。かおりちゃんがいない時間考え、ほんと、なぜ好きな、好きなメンバー、私好きなメンバーですか、嬉しい、ありがとう。リップグロス立ち位置間違えてない、違うの、あれリップグロス3番で止まるんだけど、つまずいて 4.5 まで進んじゃったのこうやってさハイタッチして走って3番に向かうんですけど、それつまずいたことによって 4.5 まで進んじゃったんですよ。で、あ、やばいと思ってやっちゃったって思った。今日はやらかさないって決めてたのに、でもよかった転ばなくて4.5 に行っちゃったって思って、つまずいたんですあれがって。そうだいぶ飛ばしちゃったつまずいちゃったんだよねヒールだから。え、 AKB ではかおりちゃんしかフォローしてなかった、本当ですか、ありがとうございます。これ全部読んでるからね、みんな信じて。そう、最後の挨拶もねやらかしちゃったの。あれなんか前に失敗したことがあって、それでなんかその失敗を絶対しないようにしようって思ったのに、なんか実際わかんなくない、あ、これどこでもう一回せーのって言うんだっけって思って、最悪ですよね、最後の最後で、ごめんなさい、本当に反省してます、反省中。もうあれこの前やったことあるんですよ、あの失敗を、似たような失敗、それでダメだ、今かぼちゃ食べてます。
最近気になった、ありがとう。続いて、失敗しないように、かおりちゃんのおかげでアイドルの、ありがとうね、覚えてるよ、ありがとう、嬉しいよ。悲しみで眠れない、本当ですか、嬉しい、ありがとう。こんばんは。あーでも言っちゃった言っちゃったっていうか、言っちゃった、言っちゃいましたね。今日まですごい怖かったんですよ。だからみんなどう思われちゃうのかなって、どう思われちゃうっていうか、なんかさ応援してくれてる人がいてさ、それでさやめてるのってすごい寂しかった。一番涙が止まらない、本当ですか。そう、寂しい。家族には相談、家族って言ってもお母さんにしか相談みたいなのはしてないかな。嬉しい、ありがとう。そうですね、なんか本当にいろんな状況っていうか、いろんなことを考えて決めたの。一番はもうそういう時期っていうか、自分の年がねそういう時期かなって思ったの。あ、もちろん違うよ、違う、これだけは勘違いしないでほしいんだけど、同い年のメンバーさんとか年上の先輩さんとかもいるじゃん、そういうのは関係なくて、自分がその立場、私の立場を考えた時に、そうなのかな、違うの、もうみんなメンバーさんみんななんか自分の持ってて、なんていうか自分を持ってるし、なんかちゃんとしてるの、私とかより全然。だからずっとやっていけるけど、私はどうかなって考えた時に、って思ったの。違うの、人は関係ないからね、そうじゃなくて自分の中で、だからそう中でね、そう自分の中で、だから人は人なんですけど、そう私は自分はそうかなって思ったの。これで私がめちゃくちゃもう大人気ですみたいな感じだったらまだ考えなかったかもしれないけど、そうじゃないから、そうじゃないって言ったら、しかこれは失礼だな、応援してくれてる方にものすごく失礼だな、違うんだけど、そういうわけじゃないじゃん。だからそういうのをね全部考えた時にね、そう思っちゃったの。そう、ごまはもちろん好きでいてくださってる方いるけど、そのなんて言うんだろう、なんか未来がないっていう、未来やばいやばい、ネガティブネガティブ、なんかなんて言うんだろう、そうわかる、ごめんね、なんか言葉が下手すぎて、そう、なんか自分の立場を見たらそうかなって思った。なんか下手でごめん、意味わからなかったらごめんね。だけどみんなと会えないのが寂しい、それはでも寂しいだけでさ、寂しいだけでずっといれるもんじゃないから、私なんていうかずっといたいと思うけど、どっかで決めないといけないって思った。これが正解か不正解かはわからないんですけど、でも自分の決めた道が全部運命だと考えて、 AKB に入れたのも、その時も結構あれだったけど、あれっていうかすごい決断だ。でもその時のね、 AKB に入る時の決断はね、なんかすっごい不安とかっていうよりもなんか楽しみ、不安もあったけど、なんかもうバーって飛び込んだの。でも何も考えなかったの、考えないっていうか悩まなかったし、なんかもうやってみようって感じで受かったから、
やろうって思ってやったんだけど、その辞める卒業するときはマジで悩んで、本当に悩みました本当に悩んどうしたらいいんだろうって思って、だからなんか難しかった、めっちゃ、うん、悩んじゃった。誕生日おめでとう、ありがとう。そう、なんか調べてたの、なんか自分でヤフーとかで夢諦める年齢、実際夢を諦める年齢は24歳です、出てきて、え、私やんって思った。まあそれは関係ないけどね、やっぱみんなそうなのかなとか思って書いてたんですよ、大体24歳ですねみたいな書いてて、私24歳だ、まあ、それだけじゃないですけど、他にもいろんないろいろあるけど、違う、それだけじゃないけど、なんかそう、あとさ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかも心配してて、そのなんかおじいちゃんおばあちゃん永遠に生きてるわけじゃん、それはみんな人間誰しもなんですけど、そういうのもなんか少しでも一緒にいる時間もいるか、いるな、なんて言うんだろう、そのそれは関係ないと思うけど、なんかそういうのも考えちゃって、いろいろ考えちゃって、そう、でもみんなともいたい、ずっと、いろんなことが、いろんなことを考えて、そうなんです、ごめんなさい、なんていうか、そういうのも考えちゃった。なんか髪切った時もめっちゃ悩んでて、髪切ったらちょっと変わるかなって思って切ったのそんなにあんまり変わらなかったけど、そう、難しい。なんか家族とかは結構心配 してて、心配っていうか心配されてたから、それずっとしん、なんかいろいろむずむずいです、ごめんなさい、こんばんは。なんか下手で大丈夫かな、変なこと言ってないかな。なんかね、ただ楽しく活動できるっていう、するっていうだけじゃダメになってきたの、いろいろな状況とかが。今まではね、考えないでずっとやってきたけど、そういうのを考えないといけない時期に来ちゃったの。みんなとは離れたくないけど、こんばんは、わかる、伝わるかな、ごめんなさい、マジで私語彙力がなさすぎて、欲しいものはトーク力なんですよ、欲しいものトーク力、そうね、時間止まってほしい、マジで若返りたい、そしたらもう一回できるもっと早く AKB 入りたかったな。まあどっちにしろ早いうちは受けれなかったんだけど、学校があれなんで、まあでもそれも受かるかもわかんないけど16期だから入れたのかもしれない、なんかその運命わかんないけど、運命みたいな、現実的、そう、もっと早くやってたらまた未来は違ったのかなとか思うけど、でもそれも運命、全部運命な、運命論者なんで私、運命なんでそう18歳だったから受かったかもしれない、そんなこともない、わかんないけど、本当に出会えてよかったです。だってさ、入らなかったらさ、みんなに会えなかったし、あのファンの方とかできるなんて思わなかったから、うちめっちゃさ、そんな可愛くないした、正直言うと、なんかさ、あのさ、なんか町内とかでは可愛いねとか言われとったことあるけどさ、町内では、でもこの世界に入ると全然可愛くないしさ、対して歌もダンスもネガティブネガティブ、歌もダンスも上手くないじゃないですか、トーク力もないし、なのにさ、私のこと好きって言ってくれる人がいてさ、それってすごいことだなって思うし、本当に嬉しくて 大切なんですよ、本当に本当にありがとうございます。もうそんな人いるなんてびっくりした、びっくりしたってか嬉しいんです、本当にありがとうございます。だから本当にみんながいないと私は AKB になれないし、なれないから、変なこと言ってないかな、大丈夫かな、そう、ありがとう、優しい、
激ムズごめんなさい話すの下手で、な要はね、大丈夫かな言えてる、これちゃんと合ってる、スピーチできてた、私スピーチさ記憶にないのも緊張しすぎて、緊張記憶に長くなっちゃった、大丈夫かな、変なこと言ってないですか、私大丈夫、失言とかしてない今、大丈夫、配信でも変なこと言ってない、あとはーってたくさん言ってた、私あとはーってめっちゃ言っちゃう、あと違ったらごめんって言って、ありがとう、めっちゃありがとう、優しい、全部コメント見てるからね、みんなこれ読めてないけど全部読んでるから、これありがとう研究生くん、ありがとう、あそう鈴葉ちゃん、そうびっくりした、私知らなくて、あのお手紙一回書いてもらったことがあるんですよ、だから違うと思ってたんですけど、しかも出てきて読みに来る人ってどれ、え誰って思ったら鈴葉ちゃんだった、そう嬉しいお手紙、なんか出だしで泣いちゃった、なんかすごい私嬉しかったです、早口だった、あそうなんだ、うわだって毎回私スピーチ本当に苦手で早口になっちゃったよね、やっぱそうだよね、そうタメ口と敬語が混合してた、嘘やばいやばい、タメ口聞いてた、私タメ口だった、いきなり泣くやんって思った、そうだよね、まだ出だしなのに泣いちゃったの、私なんかそういうとか、そういうさとこに生誕祭でもこれ卒業発表してない去年とか一昨年とかも毎年泣いちゃうんですよ生誕祭って、だから泣いちゃう、そうこんばんは、卒業匂わせてた、いや私卒業匂わせてないです、なんかすごい言われるんですけど匂わせたつもりないんですよね、匂わしたっけ、こんばんこんばんはこんばんは、岡山で待っとるけんのありがとう、あそっか一生のお願いって、いやでも私毎年一生お願いって言ってません、言ってないっけ、本当に、え私本当にそんなつもりなかったです、ごめんなさい、なんか本当ほぼ言ってた、え言ってないよマジで言ってないですよ、なんで無意識なんですけど、えあ2月そうイベントそうさ、もう会いたかったです、直接会いたかったけど、うん、こんばんは、そっか一緒のね感じ、ごめんなさい、ありがとう、皆さん最後までまだお支援しないでくださいね、やめるまで待っといてください、もうちょっとだけお願いしますもうちょっとだけやめないでください、お支援ちょっと待ってください、最後まで来てくれますか、それが不安です、ありがとう、ありがとうね、もうちょっといてください、仕事終わりに卒業、仕事お疲れ様、ありがとう嬉しい、お願いします、支援考えたけど本当ありがとう、顔出すありがとう、なんかさ卒業する人ってさもう何もないじゃないですか、希望と希望なんて言うんだろう、応援してさいいことないじゃないですか、応援したってもういなくなっちゃうし、だからさ飽きないでください、お願いします、それだけは本当に最後までお願いします、ぜよかったら寂しいのでお願いしますなんかもうただ辞める人なのに、だけどお願いします、最後までぜひ、そしてうちがおらんくなってからお支援してくださいね、ちょっと待っとってくださいね、
そう、そんなことない、本当に。ジュラシティに行きますわ。やばいわ、行っちゃう行っちゃう。ちょっと待って、まだ入ってきてもないから。そっか、卒業してから推し編とは言わないのか。もう他のメンバー好きになることありません。本当ですか？なんか嬉しい。なっても大丈夫ですよ。そういうものは自分の心と相談ですよ。心が、あ、この子いいってなったら推し編してね。しないでね、お願い。まだちょっと、もうちょっと待ってください。お願いします。どこかで偶然会った時に、あってなりました。はい、なりましょう。ぜひ声かけてください。私でもオーラないんで、多分あんまり気づかれないと思うんですけど、もしいたらね、会って挨拶したいです。こんばんは。2023年、え、転生しないで。かおりちゃんと一緒に卒業する。ほんと？かおりちゃん以外考えない。ありがとう。なんかごめんな、私ヘラヘラしてたかな今日の配信。なんか不安になってきちゃった。ヘラヘラしてない？ふざけてるみたいじゃない？真面目です。至って真面目。ありがとうね。そうですね、卒業後は岡山に戻ります。はい、いつもより真面目。あ、本当？岡山に引っ越そうかな。いいとこですよ。でもね、東京の方が楽しいと思うよ、多分。そう。優しい、ありがとう。ありがとう。優しい。全部読んでるこれ。ごめんね、言葉に出てないけど、これ読んでる読んでる。めちゃくちゃここ読んでる。ありがとう。私速読得意なんですよ。はい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 、速読得意なんですよ。2回言っちゃった。ありがとう。あと2ヶ月でいっぱい思い出つく、どんな思い出が作れるかわかんないけど、ショールームは毎日やってるから、それはあれらしい。卒業したら顔四角くなりますか？どんな質問？どういうこと？四角くはならないですね。三角にはなりたいですけどね。うん。配信はいつもの感じで落ち着く。本当、明日からもまた、遊びに来てありがとう。ありがとう。あ、クリームソーダもありがとう。ちょっと今日は生誕祭の話、紹介とかあんま、今何時だ？これ12時で切れちゃうよね。42分。できなかったから、それまた紹介するね。とりあえず。ごめんね、生誕祭で言っちゃって。嫌だった？推しじゃなかったのに寂しくて。ありがとうね、嬉しい。ありがとすぎ。生誕でよかった。なんかさ、生誕で言うのはあんまり良くないっていうのをよく聞いたことがあったので、どうなんだろうって思ったけどね。やらせていただいちゃった、生誕で。気にしないで、ありがとう。すごいね。あ、本当だ。9000人、今9000人おる。すごい。ありがとう。ヤフーニュースに載ってる。本当ですか？本当に？これで言ったの嬉しく、本当？寂しい、本当に。ありがとう。ありがとう。一番ありがとう。今日寝れないかも、私。オールしよう。しないけど。どこで？自分の生誕で、うん。だってさ、せっかくならみんなに言いたかったからさ。通常公演だと自分のファンの方いるかすら分かんないから。そう、卒
卒業公演入れるというのは来てください、来てほしいです。卒業公演来てください。そう、あ、コンサートとかはないけど公演は開いていただきます。そう、あ、うちはありがとうね。めっちゃ今日すごいファンの方めっちゃいて嬉しかった。見えたよ、ペンライトとか。卒業公演来てありがとう。正直寂しい。本当ですか、ありがとうございます。僕の太郎僕の太郎ゼロ期公演してほしいね。したいですね。最後にレッツゴーとかやりたいけどやってみたい。こんばんは。うん、たくさんのファンの皆さんの、そう、見送りでさ泣いてる方とかいて心苦しかったです。そう、あ、ずっと潜ってた、ずっと潜って見てくれてたの？ありがとう、嬉しい。初めてコメントしてくれたのか、ありがとうね、嬉しいです。ずっと見ててくれてありがとう。そう、嬉しかった。え、スタッフさんも目うるうるさせた。本当ですか？そう、なんか4の時代のマネージャーさんが見に来てくださってて、あの村山4、あ、ずっと村山4だけど、あの最近の4、最近の方、その4の時の、それこそ4年前とかに見てくださってたマネージャーさんとか見てくれたりとか、あと初期の頃のマネージャーさんも見に来てくださったりとか、あと鈴葉ちゃんも来てくれたし、ナーミンもたなんか終わりかな、稽古終わりかわかんないけど来てくれて嬉しかった。そう、こんばんは、ありがとう。あ、4年前見てる、ありがとう。リアルな握手会したかった、したかった。うちも今日は寝れそうにない。ほんまに？おんでまお見送り、え、嘘、 YouTube でか、ありがとう、ありがとう。お見送り、ない、ありがとうね、泣いてくれて嬉しいっていうのはダメだけど、そう、泣いてくれたの、お疲れ、ありがとう、おめでとう、ありがとう。寂しい。パニック、ありがとうね、みんな。こんばんは、こんばんねえ、嬉しいよ、なんか泣いてくれて、泣いてくれて嬉しいって違うけど、なんかその嬉しかった、泣いてくれて嬉しいっていうのは良くないけど嬉しかったの、うん、久しぶりだねって言ってくれて嬉しかった。ずっと覚えてるよ、みんなのこと。一度覚えたら忘れないんだ。そう、嬉しい。お見送り、気づいてくれてありがとう。ガチャガチャ、ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとう。あ、ほんとだ、まだお誕生日背景になってるね。寂しい、ありがとう。卒業したら忘れていいよ。え、絶対忘れないと思います。忘れません、一生覚えてます、皆さんのこと。誕生日おめでとう、ありがとう。お手紙、ありがとう。お手紙待ってます。お手紙もらえるのも12月までだから、お手紙見たいです。頭パンクし、大丈夫？ああ、大丈夫、ありがとういっぱい書いてくれる、ありがとう。こんばんは。
あ、1週間なんだ。そうなんだ。お誕生日拝見、100万ありがとう。嬉しいよ、おめでとう、ありがとう。ショールーム毎日見るルーティンが崩れ、ほんと？でも12月まで続けるから最後まで見てね。おめでとう、ありがとう。あ、言っちゃった、言っちゃった。あ、好きです、ありがとう。うちも好きです。今日もね、お手紙とかプレゼントとかめっちゃもらって本当に嬉しい。18期オーディション受けれないでしょ、私もう年齢がもう無理です。20歳も、ん？ 18 歳まで、20歳まで、わかんないけど、じゃない、もうオーバーしてる。こんばんは。もう一度いく、ありがとう。なんかごめんね、全然コメント読めなくて。全部読んでるよ、嘘みたいだけど本当の話。20歳までか、ダメでした。ダメでしたとか言って、受かんないよ、受けても。推薦枠あるの、ありがとうね、そんな風に言ってくれて、ありがとう、本当にありがとうございます。本当に嬉しいで、あ、キラキラ、嬉しい。これひななさんにつけてもらいました。今日ね、ゆいりさんとひななさんとあみちゃんがこれをつけてたの。それで、あ、いいなって思って、わらわら近づいていたら私にもつけてくれたの。こうやってわらわら寄ってったら、でわらわらわらってわらわら近づいていたら、つけるって言ってくれて、一緒につけてもらいました。でも1個取れちゃって、そう。嬉しい、ずっとこれつけてみたかったんで、めっちゃ嬉しいです。こうやってわらわら近づいてわらわらしました。優しい、みんなありがとう。仲間に入れて、そう、わらわら、いありがとう。あ、50分、やばい、そろそろランキングしないとだよね。じゃあランキングします。名残惜しい、明日もショールーム見てくださいね。これさ、タワーさ、くださった方の名前さ、さっきのさから増えてたりする？もしさ増えてたらさ、あの教えてほしい。今どこ、ウルちゃんさんまで書いてるんだよね。増えてるかな。とりあえずじゃあランキングから読もうかな。先に、先にランキングします。人差し指空に向けて巻きつけよう、白い雲ともやもやした気持ち、いい歌、いい、自分で言った。僕の太陽めっちゃ好き。ではランキングしていきます。もっと話したいけど12時来ちゃう。第13位はウィングストーンさん、ありがとうございます。12位はハギアットマークエズの人さん、ありがとうございます。11位はメロディーさん、ありがとうございます。10位はワイマツアットマーク四つ葉ハピーバー、そして発表お疲れ様さん、ありがとうございます。9位は J さん、ありがとうございます。8位はパーフリンさん、ありがとうございます。7位はコマネコマニアの G さん、ありがとうございます。6位はコケピさん、ありがとうございます。5位はイサピョンさん、ありがとうございます。4位はユーマ生誕と卒業発表お疲れ様さん、ごめんなさい名前切れちゃってる、ありがとうございます。3位はケンさん、ありがとうございます。2位はターさん、ありがとうございます。そして1位はダモンデさん、ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様の卒業発表でした。間違えた、ちょっと待って、ごめんなさい。あー、最後にやっちゃった。1位から卒業発表って考えすぎて言っちゃった。1位から13位の皆様の発表でした、発表でした、ありがとうございます。ごめんなさい、間違えた間違えた。卒業発表っていうさワードをずっと考えてたからさ今まで、やばい、ごめんなさい、発表でした。
当に卒業しないでください。間違えたんです、ごめんなさい。次はギフトをくださる間違った間違った、ごめんなさい。次はギフトをくださった方の名前呼びたいと思いますごめんなさい、本当に最悪だ、ごめんなさい。ダモンデさん、タカヒロさん、キューナソさん、ヘドウィグさん、ハギーアットマークエゾの人さん。待って、これなんか変わってるぞ、ちょっと待って待って、なんか読むたびに消えてく、これなんじゃこりゃ、ちょっと待って。カズくんさん、ハマノンさん、ハギーアットマークエゾの人さん、ナナさん、ヒーチャーアットマークつむじ、声お疲れ様さん、ワイマチヨツバさん、ヨルジェットさん、ハナちゃんさん、キューナソさん、バローアクロ王さん、ナイスキーさん、トムさん、マスターさん、ミトちゃんさん、クロダイさん、さっきまでは梅こぶちさん、スノブナウチさん、ウッチさん、カズノリさん、ウィングストーンさん、トラサポさん、ジョナサットマコロコロさん、水泳ショーボードフラムマサヒカワイン北海道さん、ヒラモンさん、アディダッチャンさん、ヤナタケシャットマコリちゃんほんとかわいいなさん、トキオさん、ザキヤマさん、パンチョさん、ユーマさん、メガネさん、月曜の豚さん、地球防衛組さん、モちゃんさん、マイケルジョーダンさん、ウーピーさん、キジバトさん、ナンタさん、翼欲しいさん、ヨックンカッコタカノッチさん、ヒロユキさん、リカさん、キッチンさん、キジバトさん、ヨルジェットさん、マゴコロさん、タカさん、日高浩二さん、ミケネコアトマキュタンポさん、クロドイコールシルフルさん、翼はナチュラさん、アツシャットマーク全開押し、卒業発表お疲れ様さん、キムニーさん、ターサンさん、フミオさん、トシノリさん、アズマさん、新規ワヤジさん、ケンチャヤルさん、ウラカンさん、スーパーネズミ2号さん、ナオさん、キロキロ落ちる場面を、スズハチオザトウシオレンジャットマーク、ズンチャーズさん、トンボさん、ダイチさん、タケさん、ニシニシさん、マコさん、662BPM さん、ハナちゃんさん、トモさん、トロさん、アットマーク、ずっとカフェちゃん推しさん、メロディーさん、ハナちゃんさん、ダライヤさんです。けどこれ全部絶対読めてない気がする。絶対これ読めてないですよね、多分。あ、ほら、新生さん、アナノさん、マッシュさんかな、ポコポコ増えてきてる、また呼ばれた方は強制卒業じゃないです。翼はなんちゃらさんで、今日書けなかったタワーは急いでっていうか明日のショールームで発表し、また卒業発表発表します。ごめんなさい、全部書けてなくて、ごめんなさい。明日まで待って、明日来れなかったらまた後日あの時のなんですけどってコメントくださったらそこで見てもらうので、ちょっと待っててください。ありがとう、たくさんの大好きタワーとかさ、あとギフトとかさ、本当にありがとうございます。うん、明日メールゆっくり書きますね。今日最後送れなかったんでごめんなさい。ありがとう。もう切れるこれ。あと今何時何分？ 56 分だな。56分これあって、あ、56分だ。ガンスユーティさん、ごめんなさい。あ、ありがとうな。ありがとう。まだ。56分、ありがとう。あと4分、大丈夫だ。本当に今日は、卒業アップして、そのことをみんな寂しいとか言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。うん、すごいみんなの気持ちがめちゃくちゃ嬉しかったです。最後までみんなといっぱい思い出作って一生皆さんのこと忘れます。あ、まだ今日最後の配信ではないんですけど、あのなんですかね、最後までいっぱい思い出作りたいです。そう、ありがとうね。今日すいません、バタバタしちゃって。明日はまたゆっくりショールームしたいと思います。ありがとう。ありがとう。これ切れるまで放置するな。もこもこ靴下履くね。ありがとう。占い、明日のラッキー占いは、じゃあ、ピーマンピーマンです。ラッキー野菜はピーマン。ピーマンを10回唱えるとラッキーになります。ピーマン食べるでもいいです。やってみてください。
ピーマン。お弁当も食べた。まだちょっと残ってるけど、もうこんな時間に絶対ダメだけど、今日はほんまにやばい、お腹空っぽすぎてやばい。ちょっと食べます。今からコンビニで買ってくる。明日でいいで、明日でいい、大丈夫だよ。焼け食いしてね、ありがとう。生誕祭までさ、なんかさ、自分でスイーツ買わないようにさ、やってたんだけどさ、痩せてないよね。小顔マッサージも今日まで毎日続けたんだけど、痩せてないよね。毎日こうやってグリ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 ってやってたん、こうやってこうやってグリグリグリってやってた。ゆっくり寝てね、ありがとう。じゃあまた明日ゆっくり話しましょう。なんかもし変なこと言ってたらごめんなさいね。謝ります。大丈夫かな。なんかあと1分や。今日は本当に改めてありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとう。またね、明日ね。今日寝れないかも、なんか。ありがとうございました。皆さんおやすみ。またね、ありがとうございます。夜勤とかある方頑張ってください。ありがとう。